町が人に夢を与え、人が町を輝かせる。そんな彼らは夢まちびと。この番組は三菱地所の提供でお送りします。ニューヨークハーレム、セントラルパークの北側にあり、たくさんの黒人アーティストを生み出してきたブラックカルチャーの拠点です。そんな街を愛する夢まちびとがジャズミュージシャンのウェイン・エスコフェリーさん。7年前ハーレムに本拠を移して以来、めきめきとその頭角を現し、今やニューヨークきっての若手テナーサックスプレイヤーとして活躍しています。自らのグループだけではなく、世界的に有名なビッグバンドミンガス・ダイナスティでも中心的な存在。Playing with the Mingus Band has really forced me to be a strong soloist and have a strong personality. ウェインさんはこれからも世界のステージで多くの人々を楽しませていきます。そんな彼のお気に入りの場所はハーレムとアッパーイーストサイドの境にあるデューク・エリントンサークル。現代ジャズの礎を築いたデューク・エリントンを称えて作られた、ニューヨークで初めての黒人の銅像です。ウェインさんにとってエリントンは特別な存在。When I was a senior in high school, we played so much Ellington, and every time I hear Ellington, I get flashbacks to that, that time. It was a very, very fun time. ジャズを愛し、街を愛するウェインさん。彼の情熱的な演奏がこの街をより一層輝かせます。See you next dream.僕が思うのは、いつも君のこと。君は生き生き働いてるだろうかとか、空がこんなに青いんだって思うだろうかとか、そういう思いを街に込めて君に送るラブソングのような、ずっと歌い続けられる名曲のような街を作ろう。人を思う力、街を思う力、三菱地所グループ。昔さ。